での私です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。アトレイ・シュリアズです。どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介がありましたように、私はインドから参りましたが、実は私には実家がですね、2つあるんです。生まれ育った地域であるインド、幼なじみとか親がですね、私を育ててくれた地域であるインドと、もう一つは埼玉市なんです。なんで埼玉市かっていうと、これから、皆さんに説明していきたいと思います。最後までお聞きください。実はですね、埼玉大学でですね、3年前に交換留学生としてですね、来ることになって、1年間だけ来ることになって、それが埼玉市に来たきっかけでした。で、なんで埼玉にしたのって、なんで友達とか知り合いがですね、多い関西の大学とか都内の大学にしないの、なんで埼玉なのってよく、聞かれてたもんなんですが、友達も知り合いも一人もいなかったからです。皆さんからしたら、もしかしてこれはちょっと変わってる発想かもしれませんが、私はせっかくの留学ですから、あえて友達も知り合いも一人もいないところに行ってみたかったからです。友達と知り合いがですね、多いところに行ってしまうと、まあ、友達だけで固まっちゃうし、新しい出会いも生まれないから、やっぱりこう自分を強くしたいから、こう埼玉に行きたいと、こう強気の自分が当時いたんです。で、すごく希望の埼玉大学にですね、受かって埼玉に大学に来ることになってですね、とってもこうワクワクしてた自分がいたんです。まあ、この先にこう輝かしいこう希望に満ちた留学生活がこうこの先に僕を待ってるんだと思ってたんですが、日本に来て現実はそんな甘くありませんでした。この先なんですよ、まだ話まだ終わってないですね。で、なんで甘くなかったかっていうと、日本に来てとっても人間関係の面でとっても苦労いたしました。まあ、僕のフレンドリーすぎる話好きなところがあだになってしまったのか、妨げになってしまったのか分かりませんが、それは分かりません。しかし、人となんていうか溶け込みずに一人でこう浮いてた自分がいたんです。ですからとっても寂しくて一人ぼっちになってた自分が一時期ありました、いたんです。ですからインドに帰りたくてしょうがなかったです、実は3年前に。しかしそこでですけど、ある日にもういつもこう帰り道にあった良さげな個人経営の居酒屋だったんです。もうさすがに20歳の私が生意気に一人で飲みに行くと、生意気なガキだなって思われちゃうから、それが嫌でですね、行くのずっと我慢してたんです。しかしある日に、よし今日は行きたいと思って勇気出して、そのまあ個人経営もチェーン店じゃなくて個人経営の居酒屋に入ったんです。でカウンターに座って、隣にいるこう常連さんとですね、会話が盛り上がっちゃって、こういつの間にかこう閉店間際、もう閉店の時間になって会計渡されたんです。でそこで私は当時まだクレジットカードの使える店だと思ってたんで、クレジットカード渡して、いやここはクレジットカードなんか受け付けないぞって言われて、財布を開けて財布の中身をですね、全く確認しないでお店に入ったんですよ。実はもうこれは先に言うべきでしたけど、で財布を開けてみたら案の定1000円しか入ってなかったです。頭のてっぺんからこうつま先までこう血がこう流れていったような気がして、もういやこれはまずいと思って、隣の人がそれに気づいてですね、女性の方でしたが、いいよっておばさんが今日こうパチンコでね、儲かったからもう足りない分だけごっそしてやるって言ってくださったんです。その一言がに私はとっても感動いたしました。もういやいや、それはさすがに悪いからすぐコンビニに下ろしてきますと言ってですね、何回何回もですね、固くに言ったんですが、いいよって、今度だけ気をつけてって、あなたはね、私の息子みたいなもんだから、知らない地に来て頑張ってるんだからと言ってくださったんです。それに私はとっても感動いたしました。こんな見知らずの、しかも外国から来てのろくに面識もない私にですよ、その優しい一言をくださったんだから、もう初めて日本に来て甘えさせていただいたんです。もう親から人に甘えちゃダメだよってずっとそういう教えを受けてた僕が、初めてその時日本に、ある人に甘えさせていただいたんです。でそれにとっても感動いたしまして、本当涙が出るほど感動いたしまして、次にお店に行ったんです。でとってもラッキーなことに、そのお店のママさん、経営者をママさんとしてお呼びしてるんですけど、ママさんが、ちょっとたまたまですね、お店が、空いてて暇そうにしてて、私に話しかけてくださったんです。ここでバイトでもすればどうって、
もうあなた常連さん、もうあと1分ですね。もうごめんなさい、もう簡潔にまとめますから、ごめんなさい。でそこでバイトすることになってですね、ごめんなさい短く言いますけど、バイトすることになって、いろいろあってバイトすることになって、日本の食に携わる仕事をまさかですね、私が日本に来てやることになったとはまさかのまさかでした。ですからあれからもう未だにですけど3年経ちますか、そこで仕事してて、まあ、3年、今3年経ちますけど、もう簡潔に言うと、なんで埼玉市に来たかっていうと、彼ら彼女らの、つまりあのお客さんたちのあの一言がなかったら、私は日本に戻ってきたい、埼玉に戻ってきたいという気持ちは僕の中に生まれてない。もしかしてあの優しい接し方が私に対してなかったら、私は多分ここで立って皆さんの前でお話をしておりません。それだけを皆さんに言いたいです。今日の参加者と違って私は多分感情で訴えるのは苦手かもしれないです。もうこうなんていうか、もうだから自分の思ってることをストレートで言う人なんで、もしかしてもう今日の参加者に、出演者に太刀打ちできないと思うんです。しかし一つだけ言わせてもらいたいのは、はい、私は埼玉市に何をしに来たかっていうと、ただ自分の実家に戻ってきただけなんです。以上です。ご清聴ありがとうございました。一ありがとうございました。バイトの話なんですけど、バイトは確かに楽しいかもしれません。でも辛いこともあるかもしれません。その経験についてどう思っていますか？そうですね、まあしょっちゅう怒られてますけどね、なんかいろんなことで人との接し方とかマナーとか、まあでも怒られてるうちには花じゃないですけど、こう怒ってくださってるからこそ私のこと思ってると思ってるんですよ。まあ最初はすごく分かった、じゃあどうでもいいやと開き直っておりましたが、もう最近はやっと私のことを思ってくださってるから、まあいろいろ僕に指摘してくれてる、まあ僕はこれから日本に永住したいから、それを僕のために言ってくださってると、やっと最近分かったから、うん、そうですね、大変感謝をしております。答えになりました。ごめんなさい、長たらしくなってしまいました。なんか答えそして居酒屋なんですけど、きっとなんか、うん、面白い話があると思います。クレジットカードの話は感動とか、でもなんか、笑われるように話が恥ずかしいですね、思い返してみると本当に、うん、そうなんです。ごめんなさい、質問分からなかったの、ごめんなさい、ごめんなさいすいません、ごめんなさい、ごめん、すいません、ちょっと居酒屋で、はい、面白いことがあったか。あ、話せば長いんですね、本当1日も足りないぐらい、面白い話はいっぱいあるんですけど、そうですね、特にやっぱりこう、うん、僕はこうなんていうか、僕の国で普通の言葉なんだけど、日本でそれを言ってしまうと生意気っていう風に取られてしまうとかですね。例えばこの間の話なんですが、ある常連さんに、ごめんなさい飲み物伺ってないんですけどって言ってしまったんですが、でそこで飲み物もクソも伺うもないでしょって、あなた知ってるんじゃないのって、いつものあれだからと怒られて、まあ、そういうところで全くそういうあれなかったんですよ、僕の中に悪意はなくて、全く生意気で言ってるたつもりもなかったんですけど、そういうこう常連との接し方、やっぱりこう個人居酒屋って機械的ではないですか、もうそのお客さんに合わせて何かをこう考えて行動しなきゃいけないが、僕はそれすごく苦手で、まあ面白いエピソードではないんですけど、そういうことですごく苦労したっていうのも、まあここで皆さんにお伝えしたかったです。ありがとうございました、はい、では続き